青鬼実況パート5始めたいと思います。前回はちょっと青鬼がねここにダーンって入ってきて、これでなんか斜め移動をしてこう入ってきてちょっと面白かったんですが、今回はその青鬼をね倒したいと思います。嘘です。じゃあここ出ますよ。うわっ、あ、いるって、うわマジかよ、絶対いないと思ったのに、うわうわうわどうしよう、どうしよう、入れ入れ入れ、 OKOKOK、 逃げろ逃げろ、ここ来たらもう青鬼もただのデカ中年おじさんだから、ここに来るわ。あれ、こっち入ってこれないみたいね、かわいいやつだな。とりあえずこっち来い。何？もうなんかこいつ意味わかんねえ。おおおおお。ちょっと追っかけられると怖いよ。ちょっと、危ない。なんでお前そっち行くの？オッケーオッケー。よしよし、こっち来い。で、これで多分脱出したら、もう、追ってきてはないと思うんですけど。だよね、やっぱり。オッケー。さて、なんだっけ？何の鍵だっけ？書斎だっけ？違うよね。何の鍵手に入れたっけ？書斎だよね。ん？今ここ、え？何の、え？何手に入れたっけ？忘れちった。あ、地下室だ、地下室。地下室？怖え。地下室ってどこだろうね。ね。え？地下室って、どこあったっけ？地下室、あ、そういや、大悟の言った通り、あ、やべ。翔吾の言った通り、ここを調べたいと思います。あ、やべ。何もないみたいですね。地下室ってどこかな？ 1 階から。1階？ここ1階？違う、2階。何にもないね。とりあえずまたバタバタしてると青鬼が出てくると、ほんと心臓止まんので。ねえ、ほんと。どっちだろう？こっちかな？風呂場から行け。危ねえ、あ、やべ、間違えた、あ、危ねえ、近いって、どうしよう、玄関行っちゃう、無理だってね、うん。え、下駄箱来ちゃって、どうしよう、なんか聞かないんだけど、キーが。あ、何今のテクニカル 13,842 って。何テクニカル 13,842 って。あれ、ここどこだっけ、あ、そうだ、地下室の鍵で、何今の、あ、わかった。HP が減らされたんだ。減ってない。クリティカルだ。クリティカル、そうだ、クリティカルって出たんだ。うわ、あ、そうだ、やべえ、待って、あっちゃ、え、は、意味わかんねえ、かわいい。ちょっとどうしよう。ちょっと逃げるか。間違えちゃった。ここで逃げるんだよね、確か。あれ来ないじゃん。あ、来た。何今の、なんか、英語ってか、なんか、テクよくわかんないけど、とりあえずここで巻こう。巻こう。危ない。なんかキーボードが聞いてくれない。よし。これハマったらもう大丈夫だな。なんか、かわいそうに覚えてきた。よかった。あ、ビビった。なんだ今の。いきなり出てくんだって。てか、しつこいって。ってことはここだな。地下室ってことは、あ、地下室ってことじゃねえや、青鬼が出てきたってことは、え、ここへだっけ、え、なんか出てくるかな、ここ平気だよね。地下室の鍵を使った。うわー、またなんか一変しましたね。何これ、怖いんだけど、どうする、行く、行っちゃう、ほんと背筋がゾクゾクしてるんだけど、鍵がかかっているだよね。え？ギター？てかなんかあるよね、これ。とりあえず、え？と、え、な、え、なに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 ？スコップ？ギターじゃない？スコップか。ギター？ギタリストの皆さんすいません。写真だよね、これ。二人の少年とその両親らしき男女が写っている。写真を手に入れた写真？あ、なんかある、なんかある。地下道の鍵。こんなに手に入れちゃっていいのか、この部屋。え、え、なに、なに、動かないんだけど。は、どこ、え、どこどこどこ、なに、どこにいんの、な、なんか音だけ流れてんだ。うわ、は、は、意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない、意味わからんって。
ちょい、わけわかんないんだって。何が起きたの今。ちょっとで、とりあえずセーブ。何今の、なんか音だけ流れて、スコップ撮って写真撮って写真撮るよね。でこれセーブしとく。あ、やめとこうか。でこれで地下道の鍵でしょ。でこの後動けなくなって、ほらこの音、何、閉めろってこと。閉めるよ。じゃあ出ちゃダメだ、あいつがいる。え、じゃあ無理じゃん。何すんだよ。出たら、で、何？スコップ？え、本の。うわぁ！うわぁ！出ちゃダメじゃん。あいついるで入ってきてもゲームオーバーって。え、わかんねえんだけど、写真撮っちゃダメってことか、じゃあ。写真撮っちゃ、あ、え？地下道を掘り進むってこと？え、とりあえずスコップだけ撮って、出よう。あ、大丈夫だ。え、何今の？マジわけわかんないんだけど。とりあえず、いいや。写真は後回しにしよう。ビビって。何今の？鍵がかかっているって。今更？あ、死体か。そうか。え、何今のマジで。何なの？ここ以外もうあれなんだけど。もう当てがないんだけど。どうするこれ。写真撮る？写真撮って、地下道の鍵は取らなくていいのかってことは。地下道の鍵取ると、あいつがやってきちゃうのか。え、なにこれ。じゃあ、スコップで掘り進むとか。うわ、なんか矢印出てきた。ん？どうしよう。写真？あ、写真見るか。あ、ないじゃん。あったあったあった。二人の少年とその上心者。これは、この館の家族かね。青鬼はその、両親らしき男女の男の方かな。よくわかんないけど。てかこれどうすんだろう。あ、こっちは意味ないんだ。え、どうする？なんか、スコップどこで使うと思う？ショーゴ。あったとこ？ DVD プレイヤーのとこ？いや、重なってたよ。え？ 3 階？ 2 階？ 1 階？ 3 階じゃないか。え、ちょっと、翔吾くんの言ってると、あ、俺が気になるって言ってた屋根裏部屋のとこね。いやー、はい。じゃあ、セーブしときますか。おう。ここね、ここでしょ？本。へー、そういうことね。ここでスコップやって意味あんのかよくわかんないけど。ないよね。というより、この本はほんとなんだろうね。写真じゃないかね。なんだろう、スコップっていうか、スコップ自体どこで使うのかさえわからないんだけど。じゃあどう、なんかまだ開かなかったってことかあるっけ？ここは何にもないよね。じゃあとりあえず下降りて、あの女の子のとこ行くか。まだめぐみいるね。じゃ、セーブして。じゃ、左は、あ、そうだ、こことかもいいかもしんない。ここにも何にもない気がするんだけど。じゃ、下降りて、とりあえず、あ、そっか、ここ地下室か。DVD プレイヤーの部屋行ってみるか。お、あ、そっか、タクロ死んでんだっけ。だよね。なんか持ってないかな。あ、ここを掘り進むとか。なわけないか。なわけないよな。とりあえずこっち行って、何にもない、だよね。DVD でなんか見たいんだけど。青鬼の歴史とか。ないのかな。ちょっと今ふざけたことを言われたけど。テレビと DVD プレイ。しかし、ちょっと片手操作しますけど、今。でも、スコップってなんだろうね。何に使うんだろう。っていうより、あの鍵を、あ、え？鍵を取ってら、ゲームオーバーになるから、
鍵を取らなければいいんだよね。でも鍵取んないとクリアできないよね。これどう考えても。こう言っていくじゃん。あ、わかった。じゃあ、スコップで、あれだ。なんだ。あれ、ああ、もう。スコップで止めるの。ここを。ダメか。無理だよな。なんかバリケード仕掛けるとかさ。バリケードっていうか。これ取ったら来るよね。絶対。それになる前に、ここでセーブしとこう。じゃあ取るよ。やっぱり動かないって。どうしよう、出ちゃダメだよね、これ。出ちゃダメだ、あいつがいる。どうしよう、どうすればいいこれ。とりあえずスコップ使うよ、スコップ。無理だよね。ちょっと、無理。無理だって、スコップ。無理だよね。うーはー難しくて、あ、10分だから終わりまーす。